ニーナ・シモンという歌手についてのドキュメンタリー映画で、はい、What Happened Miss Simon っていうね、うん、タイトルの映画を紹介します。これ、うん、日本では公開予定ないんですけど、ぜひ公開してほしいんで、ここで紹介したいんですけど、はい、タイトルの意味はね、うん、ミス・シモンさん、何があったのっていう、言葉の意味なんですけどもね、はい、うん、はい、でね、これね、ニーナ・シモンっていう人についてちょっと説明したいんですけれども、はい、ちょうどね、きっかけになることだとね、前あのこの玉結びで紹介したあのセルマっていう映画がありまして、はい、うん、これは1965年にその南部では黒人の、まあ、投票権がなかったんで、それを求めてですね、あのマーティン・ルーサー・キング・ジュニア牧師たちがそのセルマっていう町で、アラバマ州にあるセルマっていう町で、行進をしたっていう、その戦いを描いた映画がセルマって映画だったんですが、実は公民権運動を描いた、はい、そうです、はい、うん、それが日本公開決定しまして、6月何日だっけな、19日ぐらいにですね、ぐらいにとか適当に言ってますグローリー明日への行進というタイトルで、日本公開決まりました。あ、はい、そうですか、はい、はい、だからセルマって言って僕が話してたのはグローリー明日への行進というタイトルになりました。はい、はい、ぜひご覧になっていただきたいんですが、その、まあ、主題歌がグローリーっていうんですね、うんうんうん、でこれがあのアカデミー主題歌賞を取ったんですけども、それでね、オスカーを取ったですね、えなりかずき君そっくりの、作曲家のですね、ジョン・レジェントさんっていう人がですね、いまして、彼が歌も歌ってるんですけれども、それでスピーチしたんですね、その受賞の言葉を。でその時にその、アーティストとかミュージシャンとか画家とか芸術家っていうのは、その自分たちが生きている時代をもう自分の作品に反映させるのは使命なんだっていうことを言って、かっこいい、確かに、はい、でもそれはニーナ・シモンがニーナ・シモンから教えられましたと、彼女が言った言葉ですと言ったんですよ、スピーチで。でね、だからちょうどニーナ・シモンがね、今注目されてるってことと絡んでるんですけれども、うん、はい、このニーナ・シモンって人はですね、うん、僕は実はすごく遅れて知ったんですよ、うん、この人実は60年代にそのセルマ行進に参加してる人なんですね、マーティン・ルーサー・キング牧師と同じセルマ の抵抗運動に参加してる人なんですけども、60年代すごい世界的なミュージシャンだったんですね、日本でも大人気だったんですよ、うん、でも僕自身が知ったのはすごく遅れて1987年なんですよ、うん、で1987年までのその間、60年代にすごい人気だったのに70年代にほとんど消えてたんですね、この人、うん、でだからこの一体何があったのっていうこのドキュメンタリータイトルになるんですよ。あ、はい、これはマンゲローっていう、マヤ・アンゲローっていうその、詩人がいまして、その人は70年に書いたあの記事のタイトルなんですね、うん、あんなに大スターでもう世界的な大シンガーだったのにどうして消えちゃったのっていう、記事を書きまして、うんうん、そこからタイトルを取ってるんですけど、はい、で87年にね、僕が知ったのはね、うん、すごいリバイバルヒットしたんですよ、この人の最初のアルバムからですね、1曲ですね、今聴いていただきたいんですけど、 My Baby Just Cares For Me っていう歌がリバイバルヒットしたんで、ちょっと聴いてもらえますか、はい、ちょっと待って、僕の声聞こえてますか、入ってますか、あ、今聞きました、今、はい、今入りました、あ、今カットされて僕ずっと喋ってたんですけど、今ね、もう曲をちょっと堪能しちゃってました、堪能したいい昼寝だよね、この曲がね、もともと58年のデビューアルバムからの曲なんですけれども、はい、これが87年ですね、リバイバルヒットしたのは、これね、シャネルのナンバー5っていう香水の、CM で使われたんですね、はい、でその CM はエイリアンとかブレードランナーの監督のリドリー・スコットが監督したんで、もう世界的にすごく、注目された CM だったんで、この歌も大ヒットしたんですけど、この歌で復活するまでその一時そのほとんどどこに行っちゃってるんだろうっていう状態だったんですね、うん、でそれをこのドキュメンタリーはですね、貴重なその頃の映像とかを拾ってきて、見せていくというドキュメンタリーなんですけども、はい、じゃあ歌手活動はされてたんですか、その聞いてたんですけれども、まあ、これから説明するんですが、はい、ある理由で表舞台に出てなかったんですよ、はい、でこの人ね、今の曲でピアノを弾いてますけれども、それよく聞くと分かるんですけど、はい、ジャズの枠でやってはいるんですけど、うん、ピアノが基本がクラシックなんですよ、この人、うーん、はい、
でこの人はニーナ・シモンさんはですね、南部のすごく貧しい黒人家庭に生まれましてですね、ただすごく子供の頃はちっちゃい頃からピアノがものすごい天才的だったんで、白人のピアノ教師の、まあ、奨学金を受けてですね、資金援助を受けて、そのジュリアード名門のですね、ジュリアード音楽院に進んでクラシックピアニストを目指したんですよ。ただね、ニーナ・シモンさん黒人だったんで、その頃クラシック界っていうのは黒人を入れてなかったんですね。それでピアニストの夢が絶たれちゃうんですよ。で仕方なく生活のために酒場でピアノの弾き語りを始めたんですけれども、いわゆるそのジャズとかブルースを歌うんですけど、クラシックのピアノが入ってくるんですね、この人の。でその後もですね、レゲエとかビートルズとか歌ったりですね、シャンソンとかも歌ったりするんですけど、ありとあらゆるジャンルが入ってくるんですよ。アフリカの民族音楽とか。ただそれをですね、彼女がもともとある歌を歌っても全部彼女の歌にしちゃうんですね、この人は。歌詞も変えちゃうしね、メロディーも変えちゃうしね、で毎回演奏ごとに全然違うんですよ、曲の感じが。すごい天才的なんですね、その場のノリでもってバンバンこう気分で変わっていくんですよ、歌のメッセージまで変わっちゃうんですよ。そういう非常に天才で、もうこの人はジャンルっていうのは分けられない、もうニーナ・シモンミュージックでしかない人なんですけども、でまあ世界的大スターになるわけですね、60年代に。でところがですね、その1963年に大変な事件が起こるんですよ、アメリカで。でそれまずね、ミシシッピでですね、要するにまあ白人と黒人の学校を分けてましたから、それを一緒の学校にその通わせようと、いう運動をしてたんですね。その人が暗殺されちゃうんですよ。メドガー・エヴァンスって人が、まあ、白人至上主義者に暗殺されるんですね。でその後もっとひどいことがあって、ジョージア州にあるですね、アラバマ州にあるバーミンガムっていう、ところの黒人教会でですね、爆破事件が起こって、KKK っていう白人至上主義者の団体が爆破したんですけど、それで、11歳と13歳の少女4人が殺されちゃうんですよ。ひどい事件が。なるほど。それでもうこのニナ・シモンさん怒り狂ってですね、ミシシッピ・ガッデムって歌をレコーディングするんですが、それちょっと聞いていただけますか。聞こえます？はい、音声入ります。この歌すごく楽しい歌なんですよ。いわゆるそのブロードウェイミュージカルのダンスナンバーみたいにして、それのパロディとして曲を作ってるんですね。だから途中でちょっと笑いが入ったり、曲調が明るいですもんね。曲調明るいんですけど、歌詞がめちゃくちゃなんですよ。アラバマにはムカつくわ、ね、ミシシッピなんか地獄に落ちろって言ってるんですよ。ガッデムって地獄に落ちろって意味なんですね。私たち黒人は立ち上がる時が来た、その時が来たのよと、そんなに焦るなっていう人もいるけれども、もうどこに一体その運動が向かってるんだっていう人もいるけれども、私はそんなの知らない、ただ全力で立ち向かうだけよって歌詞なんですよ。ものすごい過激な、もう戦闘的な歌 で、はい、で私たち黒人の戦いっていうのは左翼の陰謀だって言ってるけど、そんなの関係ないわと、私たちはただ平等を求めてるだけよっていう歌詞なんですよ。で私が人種隔離を撤廃しろって言うと、まだまだ時期尚早だっていう人がいると、ね、市民がみんな参加しろって言うと、まだまだ早いっていう人もいると、でもゆっくりやってたらこの悲劇が続くだけって言うんですよ。すごいですね、この信念をこの曲調で歌えるっていうのがすごい楽しい歌で歌ってるんですよ。ご陽気なね、リズムとかあったな。そうポップなんですよ。でもやっぱりね、放送禁止とかになってるんですよ、南部では。でもここから、このミシシッピ・ガッデムからですね、この彼女は次々とですね、政治的に過激な歌をどんどん歌っていくんですね。でもAre You Ready って歌なんか、もうこの白人たちと戦う準備はできたのとか聞く歌だったりね、そういう歌をバンバン歌っていくんですけども、それでとうとうそのキング牧師にも会うんですね。でキング牧師は要するに戦う時は非暴力主義と言って、どんなに殴られても蹴られても絶対暴力振るわないでって言ってたんですよね。でそれなのにこのニナ・シモンさんはキング牧師に、私はね暴力主義もやっちゃうわよって言ったんですよ。要するにもうこれはもう戦うしかないんだから、とこれ以上のもう弾圧には耐えられないんだから、やるときやるわよって言って、もうキング牧師はびっくりしたんですけどね。ただそれで彼女はそのメインストリームから外れてっちゃうんですよ。テレビとかだんだん出れなくなっちゃうんですよ。そうか、過激と見られてね。そう、あまりにももう強烈な歌をどんどん作っていくんで、でこの頃はもうすでにもうジャズでもなくて、もうソウルミュージックになってるんですけどね、歌は。
でもうどん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 過激になっていって、うん、ただもうすごい人気になっていくんですけれども、うん、その一方でその私生活ではですね、あのマネージャーの旦那にですね、もう DV でめちゃくちゃされてたんですね、この人。でただ彼女自身があまり殴られるもんだから、ずっと殴られたもんだから、その DV 依存症みたいになっちゃって、だまあよくあるパターンですよね、 DV の夫婦に、で DV 中毒みたいになっちゃってかなり異常だったみたいです。このドキュメンタリーの中では彼女自身がそういうことを手紙に書いてるのも出てくるんですよ。そうか、なんか歌だとやっぱ強い女性かなと思ったら、うん、プライベートではそういった面もあったんですね。闇が多いですね。そうでね、もっとひどいことがあって、その68年にその、まあ、非暴力主義だったキング牧師が何者かに暗殺されちゃうんですよ、うん、でもう彼女はそれを悲しんで、なぜね、うん、愛の王様、要するにキング牧師っていうのは、キングは王っていう名前ですからね、うん、で愛の王様が死んだのよっていう、すごい長いそのキング牧師へのその鎮魂歌を発表するんですけども、うん、でアメリカ全体はですね、キング牧師が殺されたってことはもう絶望的なことで大暴動が起こっていくんですよ、はい、でこのニナ・シモンさんはですね、ベトナム戦争をその当時アメリカやってたんで、こんな政府には金は払えないって言って税金のですね、滞納をし始めるんですよ、抵抗として、うんうん、であとまあその DV 夫にもとうとう離婚届を叩きつけてですね、うん、でアメリカを出ちゃうんですよ、1970年に、うん、それでその表舞台から消えていくんですよ、この人。あ、なるほど。そうですか。もうそれはアメリカに絶望してって感じで、絶望した感じなんですよね。それでインタビューも出てきて、この映画の中でドキュメンタリーの中で、もう私は本当にもうこの国には疲れたのって言って、でアメリカを飛び出してあのカリブ海にですね、バルバドスっていうその、黒人奴隷だった人たちが現在政治的に支配している国があって、そっちに移住しちゃうんですね。でその後もですね、そこからさらにですね、アフリカのリベリアっていう国に、移住しちゃうんですよ、うんうん、リベリアっていうのはアメリカの、その、黒人たちが解放されて一部アフリカに帰ってそこで作った国なんですよ、うんうんうん、そこに彼女も行ってとうとう、まあ、帰って、はい、じゃあ落ち着くのかなと思ったらですね、そこで今度は一人娘に対する暴力を振り始めて娘に逃げられるんですよ。そこからね、瞑想が始まってですね、スイス行ったりフランス行ったり、まあ、あっちこっち放浪するようになるんですね、彼女は。で、まあ、行方不明に近い感じになってるんですけども、うん、銃撃事件まで起こしてます、85年には。ご自身が。そうでとうとう精神科が鑑定するんですよ、したらね、双極性障害という、まあ、いわゆるその躁うつ病だったことが分かるんですね。うん、で、まあ、いろんな暴力振るったりとか、この人コンサート中にですね、お客さんに向かって、そこ立ってんの座りなさいとか言ったりね、結構おかしいところが出てくるんですよ、だんだん。で、それはやっぱり精神病だったことが分かってくるんですよね。うん、で、まあ、その後、まあ、乳がんになったりして、まあ、若くして亡くなったりするんですけども、ただね、この87年のその CM でリバイバルヒットになってからはずっとニナシモンブームってのは続いてるんですよ。でね、映画でよく使われてるんですね、この人の歌は。特にみんなが知ってるのだとね、デビッド・リンチ監督の映画でですね、インランド・エンパイアっていう映画があって、それのエンディングでこの人の歌が延々と流れて、その女の子たちが群舞するっていうすごいシーンがあるんですね。でもう今もすごくそのなんていうか人気でですね、特にこの人の歌でですね、これからちょっと聴いていただく歌がですね、その、まあ、彼女がアメリカを去る直前にそのニューヨークの黒人街のハーレムでやったライブで有名な曲なんですけども、この歌ね、ミュージカルでヘアっていうミュージカルがあってですね、はい、それの歌を彼女が歌ってるんですけど、そのヒッピーの歌なのに全然違う、そのアフリカ系アメリカ人のその黒人たちの歌みたいになっちゃってるんですよ、彼女が歌うと。で、まあ、黒人たちはそのアメリカに奴隷として連れてこられて、何もかも失ってしまうわけですね、言葉も失っちゃったし、家族もバラバラにされて、で、そのことを歌った歌で、ちょっと僕、今、歌詞、ちょっと読みますけども、はい、まあ、短くしたものね、はい、私には家がない、靴もない、お金もない、地位もない、ね、正気も失った、母もない、父もない、文化すらないと、友達もいなくなったと。学もない、愛も失ったと、名前もない、だから黒人の人たちは名前を取られちゃいましたからね、奴隷にされた時に、で信じる神様もない、神様も結局キリストっていうその白人の神様を信じさせられてるわけですよ、うん、ね、
じゃあ私には一体何が残ってるのと、うん、私はなんで生きてるのと、そんな状況なのに、うん、でも誰も私から奪えないものがあるはずよと、うん、で私にはこの髪があると、で頭があって何かを考える脳みそもあると、うん、口もあると、うん、だから微笑むこともできると、うん、ハートもあるしソウルもあるとね、私には命が残ってるのよと、私には自由がある、心がある、私は生きている、そういう歌なんですよ。わあ、でもこれは本当にそのもうね、黒人の方たちの歴史をそのまま歌ってるって感じですもんね。そうなんですか。これってでもあらゆる人に通じる話じゃないですか。なるほど。何もかも失っちゃう時ってあるじゃないですか、はいはい、それこそ友達とか愛する人も失っちゃって、家族もいなくなっちゃったり、金もなくなったり、地位もなくなったり、でもそれでも命があればいいじゃないのって歌にも聞こえるわけですよ。だからね、この歌ってね、現在ね、 YouTube ではですね、視聴数が1500万を超えてるんですよ。でもちろんニナシモンとかその、黒人のその公民権運動なんかも知らない人たちは聞いてるんですよ。元気がない時にこの歌を聞いて勇気づけられるんですよ。あんた何もないのと、ね、何もなくたって命があればめっけもんじゃないのよって歌なんですよ。心があるでしょ、心だけは奪えないんだからって歌なんですよ。じゃあ亡くなった今もそうやって鼓舞し続けてるんですね、はい、いろんな人をね、はい、ということでね、まあ、そういう映画がですね、はい、What Happened to Nina Simone っていう、ミス・シモンっていうあの映画でですね、ドキュメンタリーなんですけど、まあ、日本でもぜひ公開していただきたいと、ね、最近やっぱりその黒人と白人 の, その暴動とかね、そのいろんな事件とかあるじゃないですか、差別がまだ続いてるっていうね。